トルコの国旗は赤字に白の三日月と五房星を配した旗。新月期もしくは月青少期と呼ばれる。元はタンジマートの改革により1844年に公式に定められたオスマン帝国の国旗であり、ほぼ同じデザインである。1844年に公式国旗を採用されるまでオスマン帝国には単一の国旗というものが存在しなかった。 それまでは、オスマン帝国機のほかに、ルメリア旗やスルタン旗や戦争機や、海軍機や、市民機など、用途別に様々な旗が用いられていた。故に、新月旗もしくは、月成長旗は、複雑な起源を持つ。現在この三日月と星の組み合わせは、イスラム教のシンボルとされるが、小アジアでは、イスラム教の普及以前から使用されていたとされる。 この三日月と星のシンボルは、その後のオスマン帝国の旧領土、イスラム教、またはトルコに関連する国の国旗などで多く見られる。この赤字の旗はトルコ革命でも重要なシンボルとなった。構成図この国旗のデザインについては様々な伝説がある。三日月と星はイスラム教の象徴であり、多くのイスラム教国の国旗に使われている。ありがとうございます。